ハートありがとうございます。ありがとう、こんばんは。ありがとう。そう、今日は、SK48 の 1+1 は2じゃないよの収録あったりとか、ちょっとねショールームが久しぶりになってしまいました。ごめんなさいね、最近ちょっとできてなくて。今日はちょっと久しぶりに大富豪をやっております。大富豪じゃないや、久しぶりにショールームをやっております。ちょっと最近は結構忙しくさせてもらってて、なかなかショールームするより睡眠時間を取ることにかを確保してたからごめんなさいね、今日はちょっと久しぶりになってしまったんですけれども、まあ明日も明日で公演あるのでそんな長くできないんですけれども、まあちょっとだけやりたいと思います。大富豪ありがとうございます。みんないっぱいやってくれて嬉しいです。私もね頑張ってますので、みんなも協力してくれると嬉しいなと思います、と思います。ありがとうございます。非常に非常に、非常に非常にありがとうございます。そう、さっきはちょっとももたんとちょっとだけねショールームしてしたんですけど、まあ一人では最近やってなかったので、やっています。今佐賀頭文字の人ハートありがとうございます。ありがとう。そう、今日は2じゃないよ、今日は2じゃないよのすごいサイリウム気づいてます。でもサイリウムって何なんだろう、これは なんかイベントしてんのかな、出ないんだよねサイリウム、ギフト欄に。そう、見えるんだけど名前は出ないんですよね。なんかイベントやってるのかな、わかんないな。サイリウム以外のギフトは投げてくださったらこう頭文字読めるんだけど、サイリウム出ないんだよね。何なんだろう、私もちょっともうわからなくて、最近ショールームが何が起こっているのが。あ、すが頭文字の人風船ありがとうございます。まあ頭文字の人、ハートありがとうございます。かが頭文字の人チロスありがとうございます。サイリウムは無料ギフト、あ、そうなんだ、なんかやってるのかな、ちょっとよくわかんないな無料ギフトっぽいですね。そう、それはちょっとねあれなんだよね、ちょっと読み上げてあげられないんだよね、でなんか表示されないのでね。ありがとうございます。何の話してたか忘れちゃったな。鉄が頭文字の人、レインボースターありがとうございます。ネットで、そう、ちょっとよくわかんないやよくわかんないや、はにゃ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 、忘れちゃったよ。あ、そう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 、今日は2じゃないよの2じゃないよ収録ももたんとしてきて23日放送だと思うので、ぜひ見てくださいね。あ、見るじゃないや聞いてください。
よろしくね、お願いしますね。そう、ファンクラブ限定公演の日です。そうです、そうです。その後聞いてくださいね。よろしくお願いします。楽しかったです。なんか最近は先輩とやる身じゃない、多かったので、同期とやるのはすごい久しぶりでした。しかもももたんとで仲良しだから嬉しかったですね。はい、関東からもね、ぜひ聞いてください。嬉しいです。そう、それでももたんがお誘いをしてくれたので、一緒にショールームやらないって言ってくれたので、ショールームやりました。まあ久しぶりだしやろうかなと思って。スターが頭文字の人、だるまありがとうございます。そう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 、めっちゃ楽しかった。なんかももたんね、なんだろうね、あの見るたびにね、なんか大人になるんだよね。会うたびに大人に なってるんだよね。そうそう、だからもうなんか今までの、なんか最近ちょっとね、喋り方がね分かんなくなってきてる、ももたんと。なんか今まではさ、結構もう超子供っぽいことでさ笑ったりとかさしてくれてたんですけどね、最近はもうなんかももたんの方が精神年齢がちょっと上がってきててそうなんだよ、もうなんかそうそう、ももたんもうあんま子供っぽいものに興味ないのかなと思って、すごいね、もうどんどん大人っぽくなっていって、しかも違うチームだから余計にさ、もうなんか毎日のように会っている子たちだとあれだけど、毎日のように会ってる子たちだと、もうなんかね、特にさやちゃんとかちもちゃんとかはもう毎日のように一緒にいるからさ、そういうのってさ変化あんま分かんないけどさ、ね、違うチームになるとやっぱり全然すごい久しぶりに見てびっくりするぐらい成長してる。あ、たがかしら文字の人、ハートありがとうございます。そうそうそう、そんなのよねもう私だけかも、たまごっちどうのこうの言ってるのもうみんな大人になってきてるかも言えないね。みがかしら文字の人、ハートありがとう。だがかしら文字の人、だるまありがとう。待って、待って、タワーですね。うわっ、ありがとうございます。そうが頭文字の人、いつもありがとうございます。とは、いい、書きます。ちょっと待っていてね。いいが頭文字の人も、チュロスありがとうございます。すごっ、かわいいね、なんか新しいギフト、すごい、すごくない、すっごいかわいい。まあ頭文字の人、ハートありがとうございます。と頭文字の人、チュロスありがとうございます。明日公園来る人いるのかな。ね、何これ、かわいい。熊とパンダが楽しそうにしてるわ。とがかしら文字の人、熊のなんかありがとうございます。すがかしら文字の人も、チュロスありがとうございます。
タガカシラ文字の人もレインボースターありがとうございます。頭文字の人クッキーもありがとうございます。うわ、怖いパンダができたよ。あー怖い、怖、自分が見ても怖いわ。頭文字の人またはありがとう。この方に向けてスクショタイムをしますので、できたら教えてね。ありがとう。いや、これはパンダです。パンダとクマ、このギフト、このタワーを表しています。これは素晴らしい再現率ですね。はい、誰が何と言おうとパンダとクマです。クが頭文字の人、チュロスありがとうございます。ありがとうございます。パンダ可愛いって言ってくれてるから可愛いですね。かわいいということで、まが頭文字の人ハートありがとうございます。まが頭文字の人クッキーもありがとうございます。嬉しいです。非常にね、ちょっと今日はなんか久しぶりにショールームやりましたけれども、ちょっと今月とかね、もうなんかどんどん忙しく、なんか踊る系パフォーマンス系が今月は お仕事が多いというか、動くことが多いからさ、そうどんどん年末に向けて忙しくなっていくと思うから、どんどんショールームももしかしたらできなくなるかもしれない。でもやれるときはやるんですけど、うん、ちょっとごめんなさいね。5が頭文字の人いいね、ありがとうございます。そう、今月は公演も、多分今発表されてる公演はとりあえず全部出演させていただくし、まああとは若手のコンサートのね、あれこれも多分きっと始まると思うし、そうですね、ユニットの公演もあったり通常公演もあったり、いろいろ公演あるんですよね。公演もあるし、コンサートもあるし、本当にもっと忙しくなると思うから、年末年始、そう、私結構なんか食べるよりも寝る方が体力回復できて、なんか寝ないとねちょっとやっていけないので、そうそうそう、からちょっとねできなくなったりしたら
ごめんなさいなんですけど、なるべくねできる時にまとめて、ね、長時間とか やっとこうかなって思いますね。できる時はね、まあ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 しょうがない。いろいろありますのでね、年末に向けてすごいたくさんやることがいっぱいあるので頑張っていきたいと思います。明日も公演出るので明日も頑張っていきたいと思います。なのでね、よろしくね。そう、ファンクラブ限定公演も出させていただくことになりまして、そうそう、たくさん動いたり踊ったり歌ったりっていうのが多いので、私も頑張っていきたいと思います。まあ年末って毎年忙しくなるから、去年はね止まってたりしたけど、今年はちょっとずつ頑張るぞ。さやか白文字の人、だるまありがとうございます。ファンクラブを応募、あ、応募始まってるんだ。そっかそっか、当たるといいね。そう、公演今月発表されてるやつは全部いるので頑張ります、頑張ります。そうそうそう、頑張りますよ頑張ります。まあ頭文字の人、ハートありがとうございます。もう15日当たった人もいる、いろいろ当たった人もいる、すごい頑張ります。そしてトーク会はね、あと4日間です。あと締め切りまで、もう最後は今月の最後かな、27と28かな。そうそう、私の今の目標は2日間で、私は今3部もらってるので3、3の6部あるんですけど、あの6部とも全部完売させることが今のすごい目標なんですよね。そうそうそう、だからちょっともう最後なので、あのこのシングルはもうどれだけ頑張ろうって思っても、このシングルはもうあと2日間の6部でしか、あの頑張ることができないので、最後まで諦めずに力を貸してくれたら嬉しいなと思います。長かしら文字の人、最高ありがとうございます。長かしら文字の人、クッキーありがとうございます。27日、そう、なんか完売どうなんだろうね、もう締め切りがね、過ぎる前、正直あんまね分からないんだけど、完売っていうのはまだ期間があるとまだ分からないんだけれども、まあ全部6個とも全部の部完売させることを今目標にしてて、埼玉はちょっとめっちゃ悔しい結果になっちゃったので、最後愛知全両日全完売して終わりたいなって思ってますので、このシングル力を貸してください。佐賀頭文字の人、だるまありがとうございます。うん、ありがとうございますね、本当にね。画像も作ってくださったり、してくださっている方々ありがとうございます。ちょっとそういうのってちょっと見つけたら使わせていただくかもしれないのでね、ありがとうございます。絶対にちょっとこれは厳しいあれかもしれないけども、今の自分にとっては高い目標かもしれないけど、残り2日間は本当に
まあ最後の頑張るチャンスだと思うので頑張ります。このシングルのね、埼玉はその分私が楽しみにしてます。埼玉はもうちょっとで行けますのでね。まが頭文字の人ハートありがとうございます。頑張るぞ頑張るぞ頑張るぞ。愛知だしね。そうなんだよね。ありがとうございます。プが頭文字の人ファイトありがとうございます。そう埼玉ありがとうね、来てくれるみんな本当に嬉しい。もっと頑張るから、うん、なんか私のねなんかまあいいや頑張ります。まあ半になったら終わろうかな。一旦じゃないや、今日は明日公演あるので半になったら今日終わりたいと思います。とりあえず全員会食って嬉しい、本当にありがとね。絶対みんなで一緒に夢を叶えようねみんなで一緒にフッピファンの人とフッピとで一緒に絶対に夢を叶えようね。トーク会の件明日追加分60枚とありがとう。久しぶりにふいちゃんのショールームに、いやーちょっとごめんなさいね、本当にショールームできなくてね、ごめんなさいね。あと頑張っていきたいと思います。明日はできるかわからないんですけど、できたら頑張ります。明日は 12?13? わかんないけれども、明日って何日だろう、今日って何、今日は11か12か13、14、15、そうね12、明日出たら3日後また公演あるしね。そうそうそう、本当に頑張ろうね頑張ろうね、公演もね。今日はブリッツとポッキーの日。そうだ違うよ、今日12じゃない、明日は12、今日ポッキーの日だった。そう今日ももたんとポッキーとブリッツ交換した交換した大富豪も、あ昨日当たったね、ありがとうね本当にみんな。今日も何人もの人と当たって嬉しいです。まあ、当たらないってねいうコメントも結構あってね、胸が苦しいんですけどね。なんかでもイベントの時はなんか称号を与えるっていうよりかはもうとにかくポイントを稼いでるので、なんか無理やり当たらせる、あのショールームしながら時間合わせて私と絶対に当たるようにできるチャンスの配信みたいなのはイベント期間じゃない時にあのショールームで配信したりしてるので、その時を狙ってやってくれたら嬉しいなと思いますね本当に。でも私も ありがとうございます。そう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 、今はもう一回でも多く やってポイントを稼ごうって思っているのでそうまたイベントじゃない落ち着いてる時にまあ今からやるよって言いながらショールーム配信しながらやりますので。そうでも本当に当たるんだよね私のファンの人と。
そうでもみんな大富豪頑張ってくださってて、今9期生の中で2位になってて、本当にありがとうって思ってます。私もね最近ちょっと賢くなってきたので、結構自分の中の順位も自分で結構いいところにつけています。8と7、8、9を行ったり来たりしてますね私は。そう、私が寝てる間にファンの人が頑張って抜かしてくれて、でまた次の日私が夜バーってやって抜かしてみたいな7、8、9を行ったり来たりしてるんですけど、ちょっと結構賢くなってきました。まあ頭文字の人ハートありがとうございます。そうなのでね、みんなも本当にねありがとうね、ありがとうねという気持ちで、はいです。とりあえずでも明日公演なので頑張ります。明日も頑張るぞ。なのでよろしくお願いします。ちょっと今日はもう早めに終わらないと明日死ぬので早めに終わって早めに寝れたら寝て、明日も公演頑張っていきたいと思います。ありがとうみんな。佐賀かしら文字の人音符ありがとうございます。明日応援してください。頑張ります。それではバイバイ。